次もスポーツです。ヴァンフォーレ甲府に新しく加入した2人のブラジル人フォワードが早速サポーターを魅了です。昨夜行われた熊本戦、初出場のマラニョン選手の先制ゴールで快勝し、今後の上位浮上に期待がかかります。これからコンビネーションだったり、その個人の力だったり生まれてくると思うので、伸びていくと思います。成績低迷のクラブの起爆剤として期待のかかるマラニョンとサーレス、2人のブラジル人選手初めてのピッチ登場です。前半19分、右からのコーナーキックをマラニョンが頭で合わせて先制。さらに後半9分には左コーナーキックからサーレスをスルーして秋元が押し込み、2対0とリードを広げます。26分には熊本に失点を許しますが、試合終了間際ハジ、大西とパスをつなぐと、最後は久野が押し込みダメ押しの3点目。3対1で熊本に快勝です。Foi bem, né? Acho que no meu modo de ver, acho que todo jogador tem sua autoanálise, né? Tive a minha, acho que não deixei tanto a desejar, acho que correspondi um pouco à expectativa de todos, que foi criada até. Fico feliz aí por ter feito um gol e ter ajudado. スケットの活躍に刺激を受け、既存の3人のフォワードも最後は見せ場を作ったヴァンフォーレ。11位は変わらないものの、後半戦負けなし。次の水戸戦で今シーズン初の4試合連続勝ち点を狙います。昨日は1万500人のサポーターが詰めかけまして、期待の高さを伺わせました、まあ、次水戸戦、水戸が好調なんですが、ぜひこれを勝って波に乗ってほしいですよね、はい、ヴァンフォーレの結果でした。